かかとを上げていって親指の先に抜けていく感覚です。かかとをゆっくり上げていって頭までポイントしてみましょう。その先まで足がまっすぐ伸びて綺麗に足が見えていると思います。動画をご覧の皆様、松下梨沙です。ラテンを踊るとき足についてのお悩みがある方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。足元がぐらつく、フラフラしてまっすぐ立てないみたいなバランス系のお悩みから、足先が指先まで綺麗に使えない、膝が開いちゃう、つま先が内股になってしまうといったような見た目の問題などなど、一口に足といってもいろいろな種類のお悩みがあると思います。今回はなんとたった一つの意識を変えるだけで見た目からバランスまで一気に良くなってしまう、そんなポイントをご紹介していきたいと思います。そのポイントとはズバリ親指の付け根です。バランスや見た目が悪くなる原因の多くは足の外側、小指側に体重が流れてしまうことにあります。良いバランスで美しく動くためには足の裏全体で床を捉えつつ、足の上を体が通過していくときに親指の付け根を通過していくことが大切です。この動画を最後まで見ていただいて、日々の練習に取り入れることで親指の意識、そして使い方が理解できるようになります。そうするとフラフラしないで、いいバランスで美しい足さばきができるようになります。それではまず椅子に座って行うエクササイズから始めてみたいと思います。早速行ってみましょう。それではまずは椅子に座って親指の付け根を感じてみましょう。浅めに座って足の裏全体を床につき、膝とつま先をまっすぐ前に向けます。この状態でかかとを少しずつ上げていくと、ボールが床に触れている状態になりますが、この時5本の指全部ではなく親指の付け根で床を押さえてみてください。5本の指全部で床を踏むと足首が外に流れてしまい、膝も外に開いて見た目もバランスもあまり良くないですね。親指の付け根で押さえるとまっすぐと膝が上がっていきます。5本の指全体で押さえると外に開いて流れていってしまいます。続いて親指の付け根を意識してボールで床を押さえた状態から、さらにかかとを上げていって頭でポイントしてみましょう。かかとを上げていって親指の付け根を意識してボールで床を押さえたら、さらにそこから親指の付け根を取って親指の先に抜けていく感覚です。つま先までまっすぐ伸びた綺麗なポイントになります。先ほどの良くない例、5本の指全部で床を押さえた状態のボールからの、ここからのポイントだとこんな感じになってしまいます。膝が外に開いたガニ股で、つま先が内側を向いた内股、だいぶかっこよくないですね。では次に立ったポジションで同様にやってみましょう。まずは足を前に出す動作です。かかとをゆっくり上げていって親指の付け根を意識してボールで床を押さえます。そこからさらにかかとを上げていって親指の付け根を通って親指の先に抜けていく感覚で頭までポイントしてみましょう。さらに膝を伸ばしてつま先までまっすぐポイントします。続いて悪い例です。かかとをゆっくり上げていって5本の指全体で床を押さえるようにしてボールの状態になります。そこからさらにかかとを上げていって膝を伸ばしてポイントします。小指側で今床を押さえているのが見えるかと思います。続いて正面からやってみましょう。まずは良い例です。かかとをゆっくり上げていって親指の付け根を意識してボールで床を押さえます。
さらにかかとを上げていって親指の付け根から指先に抜けていく感覚でポイント。膝を伸ばしてまっすぐポイントしてください。つま先までまっすぐ伸びた綺麗なポイントになります。でさらにこの状態ですと前の足に体重移動する時も比較的安定して体を乗せていくことができます。続いて良くない例です。かかとをゆっくり上げていって5本の指全体で床を押さえると膝が外に向いていくのがわかるかと思います。でさらにそこからかかとを持ち上げていって足を前まで膝を伸ばしてポイントします。そうすると小指側で床を押さえていますのでそのまま体を前に乗せていくと小指に体重が乗ってしまって足が、外に非常に流れやすい状態になってしまいます。ウォークの際の後ろ足にも同じことが言えます。まずは親指の付け根を意識できている良い例です。かかとが上がって親指の付け根を意識してボールで床を押さえます。さらにかかとを上げていって指の先まで抜けていくように遠でポイントをします。つま先まで足がまっすぐ伸びて綺麗に足が見えていると思います。続きまして親指の付け根を意識できていない良くない例です。かかと上げていって5本の指全体で床を捉えている状態です。そこからさらにかかとを上げていくとつま先が内側に入ってかかとも床の方に落ちてしまい、とても弱い感じに見えてしまいます。もう一つの良くない例は親指の先まで抜けていくように体を送るのではなく指を足の先をひねってしまう人が結構多いかと思います。これですと膝が外に開いてしまってその後ガニ股になった状態で足を送ることになってしまいますのでここまで体を送ったら指を外にひねらずにそのまま指の先まで親指の先まで抜けるように体を送ってください。もう一つ違いがはっきり出やすいのがラテンクロスというポジションで足をクロスした時です。ラテンクロスというのは後ろの足がボール、前の足がフラット、でつま先を外に向けて足をかけるポジションのことをラテンクロスというんですけれども、この時後ろの足がやはり親指の付け根を意識できている状態ですと安定、とても安定したポジションで足をクロスすることができますが、後ろの足が小指側に流れてしまうと途端に外に流れやすくなってしまいます。このラテンクロスのポジションで、ロンデから後ろに足をかけたラテンクロス、こちらで説明をしていきたいと思います。はい、最初が、まずラテンクロスからスタートしますので最初後ろの足、私の左足ですね、後ろの足がまず5本の指ではなく親指の付け根を意識した状態でボールで床を押さえてください。でそこから後ろの足かかとを下ろして前の足をロンデしていくんですがこの時前の足がやはりここで小指側に流れてしまうとロンデをして後ろにかけた時に小指側のとても弱いラテンクロスになってしまいます。前の足が小指ではなく親指の付け根を意識し続けたロンデをしていって最後にラテンクロスになった時にも親指の付け根を意識してボールで床を押さえてください。そしてもう一つ今度はサイドステップから足をクローズする動きで説明をしていきたいと思います。サイドにステップする際にもかかとが上がって親指の付け根を意識した状態で
ポイントをして、そのまま足を寄せていってクローズすると、膝がしっかり閉じた状態で足をクローズすることができます。親指の付け根が意識できていない状態だと、かかとが上がって5本の指で床を押さえている状態で膝を曲げていくと、膝が外に開いた状態のまま足がクローズになってしまうので、足閉じているのに膝が閉じていないガニ股の状態になってしまいます。親指の付け根で床を押さえられているサイドステップからのクローズ。親指の付け根を意識できていない状態からのサイドステップからのクローズ。親指の付け根を意識しましょうという話をしてきましたが、意識をしすぎてしまうと、やはりこれもあまり美しくない形になってしまいますので、一つ、ご説明をしていきたいと思います。親指の付け根意識して乗っているんですが、膝が内側に入りすぎて、つま先も内側に入りすぎて、結果的に内股になってしまいます。本来ですとつま先の向きは外に向いていたいんですけれども、親指を意識するあまりつま先が内側に入ってしまって内股の状態になってしまいます。はい、このように今回は親指の付け根、そしてそこから親指の先に抜けるラインを意識した使い方、足の使い方を考えてみました。とてもピンポイントな場所ではありますが、ここ一つ気をつけることで見た目からバランスまで一気に改善されると思います。特に最初にご紹介した椅子に座って足のポジションをチェックするエクササイズですね。こちらはとても簡単にやることができますので、例えば電車に乗って座っている時とか、デスクワークされている方はお仕事の合間にちょっとこう意識してみたりとか、例えばお手洗いの最中とかですね、そんな時にも簡単にやることができますので、ふとあっと思った時にぜひ試してみてください。足の使い方やバランスでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録、そして高評価お願いします。ご質問や感想、リクエストなどありましたら、こちらもどしどしコメントに投稿お待ちしております。そしてですね、今まで、アップしてきた動画の中に、コメントをたくさんいただいております。とても励みになります。伊藤さん、とても分かりやすく勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。これからも、もっと分かりやすい動画をたくさん上げていけたらいいなと思います。今泉様、バリエーションごとに一歩ずつステップをですね、分かりやすくて参考になりました。その通りです。バリエーションも、基本のステップの組み合わせからなってますので、分からなくなった時には基本に戻って忠実にできるといいと思います。藤原様、なるほど、理解しやすい、ありがとうございます。アドバイスで初心に戻りました。初心すごく大事です。やはりこう基本に戻っていくっていうことはすごく大事なことですので、分からなくなったら初心に戻る、基本に帰るですね。上野様、ラテンが楽しんで踊れそうですわ。これすごい嬉しいですね。やっぱり楽しんで踊るのが一番ですね。ありがとうございます。ひとしさん、えがみさん、有料レベルの素晴らしい解説ですね。ありがとうございます。この動画だけで十分復習や確認ができました。サンバやジャチャなどの他の種目もぜひ解説お願いします。そうですね、ルンバを今メインでやってますので、他の種目もぜひこれからアップしていきたいと思います。その他にもですね、いろいろたくさんコメントいただいております。もう本当にありがとうございます。コメントね、非常に参考になりますので、何かやってほしいことですとか、ご質問ですとか感想とか、これからもどしどしコメントお待ちしております。